おい、大丈夫か？問題ない。本当かよ。追ってよ。何？ほら、すごいスピードよ。なんでだよ、わざと街から離れてるのに。奪い去る時、奴らから我々は見られていなかったはず。糸、おそらく念の。なんだと？ふくらはぎのあたりよ、何かある。これか、くそ。バレたか。大丈夫、もう追いつく。やばい場所、もっとスピード上げろ。どうしたんだ、追ってこねえぞ。一瞬誰かが夫の車の上に飛び降りたように見えたが、おそらく残りの陰獣だろう。迂回して町へ戻れとのことだ。およ。こら、出せ。やっぱただものじゃねえな、お前ら。あの一瞬に扉を開けて脱出する反応の鋭さはよ、警戒に値するぜ。こら、無視すんじゃねえ。信長は乗ってた位置が悪かったね。それにしても面白い能力だね。あの布で包んだものを小さくするわけか。あれなら競売品も全部ポケットに入るね。なるほど、奴は運び屋か。ってことは元の大きさにも戻せるわけだ。あ、なんだこいつら、本当にこれがあの幻影旅団かよ。脆そうだぜ。あれ、陰中って全部で10人だよね。これで全部揃ってるよ。おかしいね、鎖の使い手は羽毛を抑えて車で逃げてるはずね。ってことは陰中じゃない。まあ、こいつらに聞けばわかるね。